雨が降ったらそれを感じることができてただ濡れるだけの人もいるまさにね雨に打たれたれことをどどうう感じるるかか受け取るかですよね、まあ、つまり当たり前のことを言って当たり前のことしか感じれない人は当たり前の人生が続くだけなんですけども当たり前の表現の中に当たり前じゃないものを見出せる人っていうのが当たり前じゃない結果に少しずつ 歩んでいくんじゃないかなかと思いますその当たり前じゃない結果ってのが常識外れだったりしては困るんですけども似たような感じでもね常識破りであるべきなんでしょうねあのアントニオ猪木さんもねこの前うなくなりになっての本当にね残念なことだったんですけども、えー、こんな言葉を残してるんですよコンプレックスをバネに飛躍することができるんじゃないかってことですよねいやアントニオ猪木さんの細かいことはわかりませんけども多分ね生まれながらにして ちょっとね、背がでかくてなんだかあちょっとね他の人とは違うような体格や性格を持っているからもしかしたら普通じゃないというような評価を受けていたか、自分自身が普通じゃないことに悩んだはずなんですよでもその普通じゃない自分を受け入れてくれるコースがプロレスというものにあったっていうことなのかなと思うんですよ。プロレスでは自分の体格や肉体がもしかしたら普通と違うからこそ活かせるんじゃないかなと思ったんですよね。 当然ですけども普通のの体格の人っててプロレー,サーには向いてませんよねだから普通でいると一定の安心はあるけれども一定のチャンスを失うってうことにもなるわけですよつまりアントニオ・イナキさんは自分の生まれながらに持っていたコンプレックスを生かす場所それをバネにしてコンプレックスを持たない人以上の立ち位置に行くことができたのかなと思うんですよねで、それは最後の 闘病あのたくましかったアントニオ猪木さんが追いさらばえて病と格闘する姿もうもしかしたら助からないんじゃないかなっていうふうに見える姿それでもねできることをやり続けたアントニオ猪木さんは最後はベッドをもリングにしたんではなかろうかと思いますもうそこには対戦相手数々の戦い抜いた対戦相手は いなくって、戦うべき相手は病というものだったのかもしれませんし最後に組み合ったのは自分がそうなりたいと思った自分自身の姿が両手を構えて自分にファイティングポーズをとっていたのかもしれませんね。そして今まで戦った全ての対戦相手が自分の心の中に背中に今度は味方としてついていてくれた。 ファンの方がいてくれただからこそベッドというリングの上からでも私たちにエールを送ってくれたんじゃないかなと思いますよね。そう考えたら健康で元気な私たちがねなんであのベッドの上から発信し続けたアントニオ猪木さんほどのことすらできないんだろうかと私たちは病に伏してるわけではなく末期の病に侵されてるわけでもなく 明日もも知れぬ命ってわけででないんですよねアントニオのユさんが最後に対戦相手にしたのはもしかしたら私たちのそうした弱い心に対して立ち向かっていってくれたのかもしれません。アントニオのユさんありがとうございました。そしてお疲れ様でした。